ううんそう年齢関係なくやりたいことやって人生楽しんだ方がいいですよって。<laughs> 自分の魂と会話したいなーって、自分の魂と会話ね、私したんですよ。あのー、前もヒポノセラピーっていう方法もあるけど、私前も言ったけど、一回ね、あっちの世界に行って、で、あの聞いたことがあるんですよ。人間っていうのは、どうして、その、まあ、 生ま,れる生まれるまでの仕組みっていうのかなどうなってるんですかって聞いたときに、まあ、説明してもらったのは、まあまあ、なんか変なこと言ってるわ、この人って思うかもしれへんけど、聞いてくださいね。頭にね、あの、あるでしょなんか、ロートっていうの、わかりますなんか、ちっちゃい口のとこにね、なんか水入れたりするときに、こう、あるでしょロート。ロートをね、 なんか頭のてっぺんにね差し込まれるんですよ。生まれる前。で、その人が人生で経験しなければいけないプログラムを全部入れられるんですよね。入れられて、はい、あなたはこのプログラムの人生を生きなさいよーって言われて、まあ誰かのお腹から親と生まれる。 で、生まれた瞬間に、そのプログラムは忘れるっていうね、そういう仕組みになっていると、言われ、言われたんですね。うん。だから、あのー、まあ、人の寿命とか、その生きていくプログラム、生き様っていうのは、もう大体その生まれる前から決められてるから、こう、やらなければいけないと思うことっていうのは、もう魂が望んでることだから、やった方がいいんですよ。何もやることがないと思うのは、もうそれはそれでいいけどね。 あなんかこれまでやりやれてないなとか思うのはきっとプログラムされてることをできてないことだと思うんですね。だから、うんあのー、本当に、まあ、前も言ったね、あのー、デジャブじゃないけどね、なんか、あれ、このシーン見たことがあるなとかね、うん、こういうこと前も言ってたなとかね、あると思うんだけど、やっぱりそういうことを前世でもできてなかったから、今世に持ち越されて、 今世ではちゃんとそれをしなさいよって言われて、プログラミングされてるのに、まだできてないとかね、そういう場合があるから、うん、まあ、あの、やりたいと思うことがあるならね、やっぱりしといた方が、まあ、魂は喜ぶなと思いますねそ。チョコミントさん、そう、もう本当ね、あの、プログラミングされてるのよ。私、本当にそれをね、あの、うん、思った。 1>, でまあ、1回、ね、言ったでしょ、亡くなった人が、ね、あの天国に行って、ね、空港の税関みたいなところを通って行くともう向こうには、ね、先に亡くなった家族が待ってるとかねだけどねあのその別の部屋があってね空港の待合室みたいなところがあるんだけどそこではねねやっぱり、ね、その自分が死んだことをまだ受け入れてない人とかまだずっと悩んでる人もやっぱりたくさんいてるわけでその人たちが。 まあ,あなたは死んだんだよ、亡くなったんだよっていうことを分からせてあげる人もまた別にいててね、なんかね、結構深いんですよ、あっちの世界も。うんだから、まあ、だけど、だけど、だけどですね、だけど、そのもう前も言ったけど、あのまあ、死ぬことを恐れないでほしいし、まあ、自殺は絶対ダメですよ。だから、自分の寿命を全うして、自分がしなければいけない、やりたいなと思うことはしっかりとやって、 で後悔ないような人生を送ったら、きれいな顔して死ねます。もうそれはね、間違いない。やっぱりあの穏やかにね、やっぱりみんなね、死んでいきたいと思うしね。まあなんかこういうね、死ぬとかいう言葉ね、あんまりよくないかもしれないけど、うん、やっぱりいつかはね、みんなそうなるわけでね。だから、明日が必ず来るっていうふうにねあの、思わない方がいい。 常に今できることを精一杯やって、あのー、本当にいつどうなっても後悔ないようなね人生を過ごしてほしいなって思いますね。